刑務所を視察したときにです、ねえー、受験者から職員に対して何と言っているかで、あのこの委員会で鈴木宗男議員が質問されました、で先生、あるいは担当さん、あるいは職員さんと言っていて、自由だということだったんですが、先生という呼び名は、これはもうやめるべきではないでしょうか、いかがでしょうか法務省、花村共生局長、えー、お答えします。 そのは、名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案につきましては、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。その上で、委員ご指摘のとおり、刑事施設におきまして、受刑者が職員のことを先生と呼んでいる場合や、職員が受刑者の名前を呼び捨てにしている場合があるものというふうに承知をしております。あの刑事説におきましても、社会一般の言葉遣いと、 大きくかけ離れたものとならないようにすることが望ましいところでありまして、今後の拘禁刑の導入も見据えまして、受刑者の改善構成、および円滑な社会復帰により資するため、受刑者から職員、職員から受刑者の呼び方などの言葉遣いを含めまして、受刑者と職員の関係の在り方についても、 問題意識を持っているところであり、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております福島瑞穂君。ぜひ先生というのはやめていただきたいということを、今、うんうんとまた言ってくださってますが、それから職員から受刑者に対して、呼び捨てだっていうのを聞いたんですね、ですから名古屋刑務所で所長から、さんとかくんとかつけないんですかって言ったら、暴力団にさんとかくんとかつけることができますかと言われました、その言葉は私は本当に驚きました。全員が暴暴力力団団ではないそれから暴力団員の人 とこそえそ構成してやる社会復帰ができるようにということこそ刑務所がやるべきじゃないですかさんとかくんとかつけることができますかって言って呼び捨てにするのは間違っていると相手に対する基本的な人間に対するリスペクトは必要だと思います。くんってていううののはどうしても自分の 年齢が下とか目下の人に対してくんとか使うのでやっぱり三がいいと私は思います小学校でも今三付けです小学校でももう呼び捨てを先生はしません、えー、ですからぜひ先生という監修に対する呼び名はやめること担当さん職員さんあるいは名前で何さんでいいと思いますし受刑者に対するこう呼び捨てはやめるべきだと思います三がいいと思いますそれで私はこの暴力団に対し んとかさんとかつけることができますかっていうのは、やっぱりこれ、極めて問題だと思います、4割暴力団の人がいると報告を受けましたけれど、全員じゃないし、さっきも言いましたが、暴力団員だったら呼び捨てでいいのかっていうのもまた全然違うと思います、社会復帰、あの要するに強制局なわけですから、えこの点について是非、ぜひ検討してくださるよう、強くお願いを申し上げます。